ジン・スグるけんは、台湾の高尾県出身のプロ野球選手、右と左ひだ現在は、CBBL の統一ライオンズに所属している、台湾の高尾県出身。高校時代は、日本の岡山県共生高等学校に留学。一学年上には後に日本プロ野球で、プロ入りすることになる、クレネンにはと、両務らいがいた。高校卒業後は、期待し、台湾電力に入社。 2016年のドラフトで統一セブンイレブン、ライオンズから2位指名を受け入団。2017年開幕前のサムライジャパン強化試合日本 VS チャイニーズ台北のチャイニーズ台北代表に選出されたが、同月の第4回ワールドベースボールクラシックの代表選出はならなかった。レギュラーシーズンでは、王、柏徹に次ぐ、リーグ2位の打率。三百八十七王ルイに次ぐ、 リーグ2位の17投類を記録しブレイク。11月には2017アジアプロ野球チャンピオンシップチャイニーズ台北代表に選ばれた。2018年11月にはエネオスサムライジャパンシリーズ2018のチャイニーズ台北代表に選出。2019年は4月20日の中心兄弟戦で右手に指揮を受けた際に骨折をし長期離脱をした。結局、 年内に復帰することはできず20試合出場でシーズンを終えた。2020年の開幕戦で決勝タイムリーを放った。4月は遊撃手で出場していたが失策が多く同月25日からは指名打者での出場が増えた。5月10日以降は外野手として試合に出続けた。外野では内野の守備とは一転し、好プレーを連発した。同月と6月ともに 月間打率4割を記録するも、月間 MVP には届かなかった。7月には打率、246と調子を落とすも、8月には再び、打率4割をマークし、月間 MVP を獲得した。最終的には統一ライオンズの記録を塗り替える174アンダーをマークするなど、首位打者、最多アンダー、ベストナインを獲得した。チームメートの林康か、 ソサトシケツも外野手部門のベストナインを受賞し、CBBL 史上初となる同一チームで外野を独占する形となった。台湾シリーズではダメ押しとなるホームランを放つなど打率310を記録した。ミート力が高くバッティングフォームは士ナティレッツに所属している秋山翔吾を参考にしている。ありがとうございます。